いや結構ね商品レビューの日が続いてますけど、いや今日のは大丈夫絶対。ダラダ TV のミセユニオンボーイです。ザザンザンザザン、山崎製パンの柔らかフランスパン練乳クリームということで、結構触った感じがすごい柔らかいで、なんだか知らないけどローソン先行発売って書いてあった。巷の噂ではスーパーでも売ってるらしい。すごいな、何なんだろうな、日本人のその感性というかを感じるよね。え、柔らかフランスパン変えてるでしょ今これ。山崎さんよ、ザキヤマさんよ、柔らかフランスパン書いてますよねこれね。え、これ給食で出たパンじゃない、これ。どこがどう見てもこれフランスパンではないよ。でね、大概こういうものっていうのは皆さん食べる前はこうね開いてないし中が見れないじゃないですか。僕が見せてあげますよ。僕より先に見ていいよ。じゃあどこ、ここ、ここザザザンザンザザン、どうなの、どうなの、早く言って言って、どうなの。あ、そう、あ、そう、そう、すごいね、それはそれはすごいね。これ断面図が見れないでしょ。これ断面図もじゃあ見せたけど、先にザザンザンザザン、どうなの、どうなの。あ、そう、あ、そう、それはすごいよ。じゃあ見てみましょう。え、ザキヤマさんよ、練乳クリームじゃなかった、ザキヤマさんよ、イラストはイメージですって書いてあるね。ザキヤマさん、これえ、バター、練乳じゃないじゃん。フランスパンってね、やっぱりこうちょっと固めだけども柔らかフランスパンですから非常に美味しい。ただのパンだね、でもフランスパンだよね。俺はねそんなどこの会社にも媚びは売らないぜ、ごめん。ただ非常に美味しい。以上、山崎製パンでした。じゃあね。フランスパンじゃねえな。